阿蘇宇駅は、岐阜県揖斐郡大野町にあった名古屋鉄道揖斐線の駅である。駅名は地名に由来する。黒野駅-中の元駅間に存在したが、駅間が短いこともあり休止、廃止された。美濃電気軌道が黒野駅から揖斐方面に向けて路線を延伸した際に開業した。しかし開業から15年ほどで休止され、そのまま復活することなく廃止された。前後の駅より早い廃止であった。阿蘇宇駅跡付近の蛍生息軽自鉄道、停車場一覧。昭和12年10月1日現在、国立国会図書館デジタルコレクション2019年2月9日、閲覧。国土地理院 2.5 万地形図、池の1947年に修版、地方鉄道運輸開始、関東1928年12月27日、ABCD、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、揖斐、谷組線の85年郷土出版社、1997年、220から230ページ。ISBN4 から8767000974。ABC 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新潮社、2008年、53ページ。ISBN978 から4から10から79025から8。ABC 徳田光一、名鉄600ボルト線の廃線を歩く石別の、岐阜線と空港線誕生 JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2005年、144ページ。ISBN978 から4から5330588837。名阪近鉄バス。路線系統図と沿線案内。揖斐川町。2017年5月18日閲覧。ありがとうございます。